ハンガリー国立銀行は、ハンガリーの中央銀行。ペレストロイカまでは、典型的なモノバンクであり、商業銀行と為替銀行を兼ねた。通貨ホリントを発行し、通貨量の調整、中央銀行の基準金利の設定、公式の為替レートの発表、為替レートに影響を与える、外国通貨と金の準備の管理といった業務を担い、ハンガリーの金融政策を統制している。 ハンガリー国立銀行の主たる目的は物価の安定であるが中期のインフレターゲットを3%前後に設定している。この設定率はヨーロッパの一般的なインフレターゲットよりも若干高いものとなっており、これはハンガリーが他のヨーロッパ諸国の物価水準に並ぶための措置とされている。総裁は任期が6年で首相の提案を受けて大統領が任命する。 ハンガリー国立銀行の最高意思決定機関は金融理事会である。本店の建物はブダペスト中心部のホルド通りにあり、隣にはアメリカ合衆国大使館が設置されている。ハンガリー国立銀行の設置根拠となる中央銀行法によれば、ハンガリー国立銀行の主たる目的は物価安定の維持であるとされている。またその目的に反しない限りで自由に、 金融政策を実施して政府の経済政策を支えることができる。ハンガリーは2010年のユーロ導入を計画しており、ハンガリー国立銀行は中央銀行としての多くの県能が制限されている。しかし、ハンガリー国立銀行の指導部は、緊縮財政により、ハンガリーの経済成長が鈍化しかねないとしている。 メディアム、タームインフレーションターゲットハンガリー国立銀行、http コロンスラッシュスラッシュイングリッシュ .mnb.off スラッシュエンジン .aspx ページイコールンベモネコゼルムカンテインテドイコール71612008年6月15日、閲覧。ハンガリー、エッセントラルバンクチーフアーチスユーロバットオーンズ、オブ CPI バジェットデンジャーズ トムソンファイナンシャル2008年6月15日閲覧。ありがとうございます。